起きなさーい。今からとある動画を撮りたいと思っている。本日旅をしたいと思いますね。現在時刻が夜中の2時なんですけども、ちょっと昔やったあの企画を復活させたいなと思って。やっぱりたき焼きといえばどんなことをイメージしますか？食べること、ホテル、そしてそこに行くまでには車を運転していきますわね。なんかもう寝起きやから鼻声やな若干。ということで本日は新しく買ったたき焼き商のマイカーのガソリンを満タンにしたら果たしてどこまで行けるのか、ガス欠するまで走ってみた。よっ、なんか最近ちょっと燃費悪いなと思って、まあ、もっともっとなんであのクラウンを買ったかって言ったら燃費がいいっていう理由で買ったんですよ。でも最近まあ結構いろんなとこ走ってるじゃないですか、もう乗りまくってるじゃないですか。だからなんかちょっと悪くなってきたなって感じしてたんですよ。それにさらにまあ僕というかね、結構車でいろんなとこ移動してるイメージがあると思うんで、まあ果たして普通にそのまま車を走らせたらどこまで行くんかなと思って、東京方面まで行きたいと思います。果たして東京までたどり着くんかなどうかっていうとこなんですけど、まあその行く理由もあって大田地区なんですよね。大田地区のハイタッチが最後ラスト東京であるんで、まあ、普通ね、あ、高橋さんどうしますか、新幹線で来ますか、いや車で行くって言ったんで、本日は早速ガス欠企画やっていきましょう。まずはいつも通り最初にねコンビニに行って買い出しをしたいと思います。そこで蓄えて東京までレッツゴー。ただいまの時刻3時半でございます。とりあえず今からガソリンをね入れて満タンにした状態でね、まあ何キロ走るのかという、こう今回検証ですから、そちらをきちんと測っていきたいと思います。今回の検証なんですけども、もう完全にガス欠になったらまあちょっと危ないというか、高速とかになったらそれ事故のもとじゃないですか。なので僕その車のここに走行可能距離というものが出るんですよね。あと何キロ走れますよっていうのが、それがゼロになった時点で今回この検証終わりたいと思います。残り0キロになっても多少はね走るんですよ。そういう風な仕組みになってるんで、とりあえずゼロになるまでどれぐらいかかるのかというね、今回そんな風にやっていきたいと思います。で高速で止まったら本当に危ないんで、走行可能距離の10キロ手前とかでも降りようかなって感じですね。そっから下道でどこまで行けるのか、何県まで行けるのか。東京の次ってどこなの？東京の次どこやろうね。みんなちょっとアホってみる。ちょっとこれガス欠旅する前に寄らなあかんとこがあって、そんな感慨深いですね。こちら以前に住んでいたマンションでございます。大繁盛なくなってる？そう、潰れた。え、マジで？大阪城って書いて大繁盛っていうスナックあってんけど、東京旅行く前になんかもう引っ越すらしいんですよね、ここだから。それでソファーを下ろすみたいなんで、それだけちょっと行きたいと思います。うわ、懐かしい。引っ越してからこれ来てないもんな。え、なんかここボタン新しくなってるやん。懐かしい。4階やんね。はい、竹谷隼人が住んでいます。47号室です。え、何の音？めっちゃびっくりしてるやん。何の音？何の音？掃除機やん。大丈夫？何でついてんの？知らんやん。最後切って出てって。そんな急に心霊的なこと言われてもあれじゃない、出て行ってくれるなって。行くよ、怖い怖い。うわっ、だって一番最初は実家から始まって、そっからここ結構長かったもんね。ここの動画だったもんね、いっぱい残ってるもんね。何これ、めちゃめちゃ怖かった。え、しかも夜中の3時、夜中の3時してるよ。夜中の3時にこれ来るんだよ。何これ、何持ってんのこれ。これで動画1本撮れるやん。ここで、そうそう、ここがあって、ここにね、一泊寝泊まりするっていう動画も撮った、覚えてるかな、みんな。そんなこともありましたね。さあ、ここから始まるわけですね。はい、入れ終わりました。はい、5000ぐらいありましたね。だいたい半分ぐらいはあったんで、これでフルマックスって感じです。はい、ということで、ガソリン入れ終わったんですけども、まだちょっとね、なんか反映されてないみたくて、可能距離が300キロぐらいなんですけど、はい、こちら。満タンに入れました。とりあえず出かけたいと思います。そしてどれぐらい走ったかリセットして、逐一ね、ここまで何キロ走ってどれぐらい減ったかっていうのをね測っていきつつ、関東方面に向かいたいと思います。レッツゴー。
さあ始まりました。これを動き出した時からスタートですよ。あ、増えたわ。852キロって書いてる。こちら852キロあと走れるみたいです。キロ後ね、そしてこちら平均燃費も測れるんで、こちらもねちょっと見つつ向かいましょうか。昔住んでたマンションともおさらばして、またすがすがしい気持ちでね東京方面まで向かいますね。これさっき荷物いろいろ片してたらもう朝4時とかなんよ。向こう着く何時？あ、来るよ。ちなみにここに来るまで高速道路に乗るまで16キロ走りました。さあいざ東京旅始まる。さあここから何キロ走るんでしょうか。高速、高速ってでも逆に燃費いいんかなっていうな。っていうよね、あとは言うたらこの車フェイクリップで、アクセルをバーンって踏まんかったら電気で走る。すごいよね、これ電気で走ってんねんな。知らんかった。運転の仕方にもよるってこと。そう、なるほどね。何件またげるかな。ここのメーター見て、フルの右側に行ってるやろ。ギュイギュイーンって。京都に突入しました。おいでやす。で現在走行が、20キロです。まだ20キロなんですね。ってことはたった20キロで京都まで行けるんやっていう。いつもの道で言ったら三重の御在所ね、東京旅おなじみの。なんかあれみたいじゃない、めちゃめちゃ綺麗やん。スペースバンドの最後みたい。銀河を救うのよ、連打してバババみたいな。あれやんか、あれ連打戦でもなるからな。はい、というわけで滋賀県に入りました。現在走行距離が56キロです。滋賀って何ある？あ、琵琶湖か。大見切り、大見切りね。はい、というわけでこちらはパーキングエリア、草津パーキング滋賀かな。まだお腹が空いたんで、小腹が空いたんで、ここでちょっとご飯を食べたいと思います。草津って言ったらあれやね、確か稲妻ロックフェスって滋賀やんな。あの TM の西川さんとか地元やね。という場所にやってきております。めっちゃうまそうなんやん。食べる？オッケー。超食いるよ。めっちゃいい匂いするな。食券の番号。うわー、うまそう。ごぼ天うどんとカレー。いただきます。うん。深夜のパーキングのご飯ってなんでこんなうまいの？今までだいたい80キロぐらいです。現在三重県に突入しました。現在120キロです。ついにね100キロを超えたということで、ちなみに現在時刻はもう6時やん、やば。遅刻。現在6時15分、少しずつ日の出が見えてきました。ちょっと明るくなってきたね。っていうことはイコールテンションが下がってくる。はい、というわけで現在三重のパーキングエリアに着きました。あの長スパとかあるとこですね。まだまだ向かっていくぞ。見て、もう明るくなってんね。朝日が昇っておる。すごい綺麗なパーキングエリア。行きますか。おー、長スパ、この光景よく見るけどさ、一回も乗ったことないよね。めっちゃ出てんだろ。みたいな。え、てかさ、なんか今話してたらさ、兄あれなん、彼女の前では絶対に手は振ってみたいな。え、よかな。彼女は見てるん、これ。いや、どうなの、多分見てないと思う。見てない。え、もう本当になんか汚い部分見せてないってこと。そう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 。ジャニーズやん。お前めちゃめちゃするやろ。めっちゃ。あ、逆に好きやもんな。愛知県入りました。お、愛知県入った。そんな話してたら、愛知県に入った時点で今160キロ走りました。しかもなんかさっき聞いたらさ、前付き合ってた時とかやったら何、トイレしたくなったらもう技にバイク走らせて店まで行ってたみたいな。で、逆にだからさ、もう兄弟やったらむしろ兄弟には見せたいけど。やめとけ。あんな辺がなんかすごいファイナルファンタジーっぽいよな。なんかあの岩さ、ナルトの木陰岩っぽい。いたわけで、すっかり明るくなって、現在走行距離がこれ何キロや。いつの間にか220キロ行ってる。あともう少しで静岡に入るって感じかな。肺活量だけはなぜか無駄にあって、高校の時帰宅部やったのに潜水で60メートル泳いだっていう。やりますか。トンネルの間行き止めよう。せーので、短めのやつだったし。東京に着きました。中なんかな。お前にいいの。やばい、この旅してよかった。